朝倉のにぎわいありて、はい、朝倉。残念ながら、桜は今日は隠れておりますが、会場にはたくさんの桜が咲いている、こんな思いであります。おかげさまで、昨日、アメリカの雑誌のタイムの世界の最も影響力ある100人に選ばれたところでございます。こうした少しはある影響力も使って、もっともっと皆さんが笑顔になれるように、豊かになるように、日本社会が価値ある社会になっていくように頑張っていきたいと思います。